なんとかならんかな。なんとか、うん、何がですな。いや、その酒ですかな。そりゃ今日は特別じゃから、あなたにも飲んでいただくとして、だからうちの分の他に2升余り借りてあるから。いやさ、そのユキのことさ。ユキがどうしやした。いやさ、小宮山の方のこと、わしゃどうも。ちょっとそんな気がしたで。だから全体何が、全体何がそんな気がしたんですかな。はっ、あ、また気に入ってください。この忙しいのに本当に生き物に言える。本人がそれでよければそれでいいようなもんじゃけれど。それでよければ。そいじゃあそいじゃ、本人が望まないのにこの私が無理押し付けに行かせることにしたとでも言うんですか。そんなことはあなた今更になって言うんですか。そいじゃユキは私の実の子じゃないんですか。自分の腹を痛めてここまでちゃんと育ててきた自分の子をこの私が無理押し付けに片付けようとしているわけですか。私がしなければ、あなたその調子でどこ行っても口一つ聞きはしないでありませんか。私が運ばないで誰がしてくれますな。それというのも、私はおゆきの行く末が幸せになるように、それには家柄ばかりよくてもうちみてね貧乏なうちでなく、ちったらくのできるうちへと思って。そうですとも、貧乏状態でしょって、あなたみたいな歌手のない人を相手にやりすりばかりして働き通してきた苦労は私だけでたくさんです。おゆきにゃそんな苦労はさせたくない。そう思って、そう思やこそ小宮山のうちでは嫁のなり手はいくらでもあるのを、さんざ苦労してようやっとのことでここまで話を運んできたというのに、あなたの言うことを聞いてりゃまるで私がうぬがみえやいようのために娘の幸せなんて考えもしねえで、いくら加減のところへ無理に片付けようとしてでもいるように、そんなことを今さら言われて。何もそんな。ようござんす。そんなに私のすることが気に入らんきゃ。なに、話はこれぎりにして少しばかり恥をかきゃ済む。私は引っ込んでやすから、あなた小宮山へ行って都合で取りやめにしますからと言うてください。私はそんなのごめんです、ごめんです。全体この話というものは、勇気はあなたが初めから反対なんのちっとも知れえから、それで私もその気になって取り掛かった話で。この目の粉をたくさんに貸してください。
先ほど慌てて駆けつけてきてそう言ってね。いや班長さんにはあんたからそう言ってくれと言うで急いでやってきやした。あたしゃへえ副班長なんじゃからまず班長さんの意識をもんさんに言ってくれねば困ると言ったども、なんとしても急ぐからっちゅうてな。それでどんな用事かな。あんでも松井文人さんのいっぱい乗った汽車が通過するで駅の方でみんなで接待をするっちゅうです。いやお茶やお菓子はもうちゃんと用意ができとるそうで、でも何しろこんな急ではこっちの班では大概畑に出とるから呼び集めるというわけにもいかんし。そいで何時の汽車。ええ3時半の下りじゃそうなが。おらいか3時半なもうじきじゃん、ええ、だけど困ったな。実はなおさいさん、今日はこれからもう間もなく小宮山さんの衆がお雪を見に来るということになっていてな。へえ、それじゃあいよいよ結納ということに。まあそりゃおめでとうがいす。いや何も結納というわけじゃないけどな。どうせうちらじゃそんな格式ばったことをする柄じゃねえといくら辞退しても先方ではどうしてもとにかく嫁身ということで何すると言うてね。困った。そりゃ言ってやらんといけません。何ようござんす今日一日くらい。それに3分か5分の停車の間にゆちゃんを差し上げる仕事じゃもの。あんた一人なくても差し支えねえから。いやそうでやすか。おゆきちゃんもいよいよそういうことになればお宅でも安心じゃな。そうじゃまあ、私急ぐからちょっくら文館の方へは私がそういう時やすから忙しいさ。いえ、おさいさん、私も行きやす。ちょっくら待ってくだすっておさいさんのおかみさん。そうだやすか。でも、今日一日くらいそんな無理せんと。いや、おゆきのことはうちの中のことでやす。上位軍人さんの接待とあっちゃ大事なご報告じゃから。何小宮山さんの衆はうちの人が戻ってきているで大丈夫じゃから。そいであった袴は袴また忘れましたな。南から借りてくるように私があれだけ言うたに。いやそのしょうがありますから。仕方がない、お金さんのうちで花子さんの袴を借りてきなさい。わしゃ袴など履かんでもよかろう。おもんさん行くなら急がんと遅れやすがな。へいへい。きれいにしているだ。
どうしたの？ソダちゃん、私ダメだわ。荷物もこしらえたんだけど、どうしても思い切りがつかないの。もともと無理だったんだから。あんだけ前から約束しといて、それに兄さんからも手紙でそうしろって何度も言ってきてるのに、おっかさんが自分一人でどんどん話を進めてるのを見ていながら、私にはどうにもできない。おばさんにしたって、ゆきちゃんが幸せになるようにと思って、それで一生懸命何してるんだから。いいえ、みんな私が育児なしだから、ダメなんだわ。兄さんが帰ってきたら、きっと怒られる。でも仕方がないわ。もうどうでもいいの。おっかさんの言う通りに、それがええ、あたしの運命でしょ。堪忍してな、袖ちゃん。でも、お別れに兄さん、汽車の窓から見られるように、ゆきちゃん、ここに出ていてやって。四時の上りじゃけ、堪忍して慶太郎さんにそう言って、堪忍してちょうだい。どうした？どうしたよ、ゆき。ソデちゃんが来たようじゃが、どうしたよ。西の金さんから帰ってきた。さんのじゃ、竹が違うだろうと言っていたがな。ああ、人から借りてまで履くこともねえと思うんだが、仕方がね。でも、以前はうちにもいくつもあったわね。お父っつぁんが袴を履いておししをなったの、私覚えてる。ああ、いいよ。
俺がやるから。それよりお前ちゃんとしとかんとまた叱られるぞ。いいの。でもおしろいでもつけてちゃんとしないと。怒られても俺は知らんぞ。お前、慶太郎君と何か話があったのとは違うか。どうして？何もなきゃそれでいいが。でも、どうしてな。なきゃええ、別に。山でええな。それをお前が今間違える中と後で泣くことになる。そうなると俺にしてもだ、それから妻やおっかさんにしてもだ。妻には辛い思いをする。俺に似てお前も気が弱い。この際どうしろこうしろとは俺には言えんが、ただなどうでもええからこれが自分の一生のことじゃから、自分が幸せになるかならんかの境目じゃから、よく考えて思い切って一生の一大事な時は思い切って崖から飛び降りる気で自分が本当にしたいようにせにゃいかんぞ。俺がこんなことを言うのも変じゃが、自分の本当にしたいようにせん、一生の一大事な時だけはな。お父っつぁん、わしは、わしは、まあ、お父っつぁん、どうして？おいて、はかま踏んづけた。大事の時はテキパチしねえと俺に手に行こうだ。これみてえになっちゃおしめえよ。俺だってこれでいっそ満州あたりへ行ってもう一働きと思うことだってあるわ。だからよ。
山地の下りが通る。兵隊さんが乗ってると言ってたな。どうしたかよ、おゆき。どうしただ、全体。え、おゆきよ。山の衆や南のおじさや町のおげんが来たらあげるもんでねえか。だともさ、どうでお父っつぁんも一緒に上がるんじゃから、その前にほんの一二杯おらがお酌をしますで。そらありがたいが、でもおっかさんに叱られる。味がどうも妙じゃ。2年近くもやめていたらもの。でも割とええ酒じゃ。邪魔なんだ。お前も一つ。いや、ほら。ええから。一杯飲め。酒でも飲んで気を強くせんと。お前のように気が弱くて、どうもならん。それでは、一杯だけ。ぐっと一人で飲むか。おお、えらい。お母さんがああして一人で騒いでいるのも、俺が解消がねえからしょうがねえ。お母さんだってあれでお前のために一生懸命だ。そ
そら忘れたらあかん。まずあんな将軍だ。ああしないと一式のうちが再興できないと思ってるんだ。ああしかし今のここいらじゃ絶対どんなことをしてももう昔には戻らん。ほら百姓も商人も昔は茶食いことをしたり自分の骨折り次第ではどんなにでも身代太らすことができた。まあそれだけ抜け道があったからよ。まあ、そら近頃でも抜け道をくぐってうまいことをやろうと思えばできねえことはね。ああでもそんなことをしても始まらねえし、万一そんなことをしてはあかんのじゃ。まあ早い話が自分のうちの電池を増やしてみても、ほらただ電池の持ち主が変わるだけで、この村でできる米麦や鳴り物が増えるわけだよね。なあ、電池は誰の持ち物であろうと、要するにこの村でできる作物がたくさん取れればそれでいいのよ。こういう時代じゃ。こげなこと言うとおっかさんにまた叱られるが、みんな自分のうちのことばかりを考えて財産を増やしたり、うちの格式を大切にして出世をしようとして一人一人が目の色を変えてガツガツし始めたら、全体この世の中はどうなる？な、そうだろうか。ほらそう思うな。はい、言ってみれば一式のうちも大切だ。お前たち孫子の行く末も心配してやらにゃならん。誰でもおっかさんみたいに血眼になって電池や財産をかき集めて子供たちに残してやっても、財産なんていうものはな、運次第でなくなるとなりゃ明日にでもなくなっちまうもんじゃ。そんなものよりも大切なことはな、しっかりとした良権を子供たちに残してやること。それで子供がちゃんと人らしく小さいながらもお国の役に立って幸せにやってゆければ、親としてこれほど嬉しいことはねえわけだで。なあそうだろうユキ、そうじゃないか。もう少しのが、そうさな。お獅子とな。そう、そうよな。お獅子も久しいわい。やるか。いつ見ても気味の良いやつじゃ。これはな、お前
昔から越後の西蒲原に伝わる芝林の名人の吉兵衛さん、おらも若い頃には一式の家まで出向いてもろうて金に明かして習ったものよ。吉兵衛さんもあの頃60近くしたから、もう死んだかの。こういうご時世じゃ、ああいう家柄ももうなくなったかの。どうお前、何だって今頃お師匠みたいなのと。でもさ、いつかお父ちゃん、わしが片付くときは一世一代でうんと踊ってみせるって言っていた。そうか、そうか、そうか、そんなら。何やらつまらんわい。そんなこと言わねえで待ってみせてよ。つまらん。たともさ、おらへお父さんのお獅子、これが一生の見納めになるかもしれんから、これで片付いていけば。よう兄さん、久しぶりでお獅子が出たな。てててどんどんてんてん。てれつくてれつくどんどん。あれ、軍力のおじさん。よう、ゆきちゃん。綺麗になったな。まったく自分が年を取るのはわからないけど、娘っ子の大きくなるのは瞬くのだの。どうだ。小宮山の邦彦さんはゆきちゃんをお嫁にするのが嬉しくって、もうへえワクワクしてな。うちん中にじっとしておれんで、山ん中や畑ん中をうろつき回ってばかりいるそうだぞ。昨日も北山のやつで出くわしたら、じたにたにたにた笑ってばかりいてな。無理もね、この村第一の小町娘をもらえるんじゃけんな。なあ兄さん、ゆきちゃんは幸せもんよ。あんだけの財産家の若嫁さんにいきなり座れるんじゃけんな。やっぱり娘を持つなら何はともあれ綺麗な子を持たなあかん。今日は一つ兄さんのお獅子を出してもらいますから。一式のお獅子といや金がかかっとるからな。旦那芸といったって昔からこの件一体に鳴り響いとるんじゃ。あかん。なぜな、どうしてだい。近頃じゃお祭りもあの調子、こんな時に出さないとせっかくの吉兵衛獅子が泣くぞ。ちょうど袴も履いてるし本式じゃ。よう吉春兄さん。はい、こんにちは。これはこれは南の旦那。さあさあ、それで何かな。小宮山さんの死はまだ来ないの。
だって4時だって言ってたじゃないの。もうそろそろ4時だに遅いじゃないか。ねえ、リソン。まあ。そいで、姉さんは。姉貴は、婦人会の仕事でちょっくら停車場まで行くと言って、さっき寄っただから、もうね、じきに戻りますよ。決めるちってな。いいえね、それがね、だから今日はまあ嫁見ということで、先方からも人が来て、縁起前の杯にしようっちゅうんじゃから、当家としてもまずまずおめでたいというわけですよ。何がおめでたいんです。一色の本家の娘が、徳川近頃の成り上がり者の嫁に行く。私は反対じゃ。大体兄さんが今度は本家のお旦那おめでたいことで執着でござる。だからおじさん、私は話が飲み込め。こんなことでは飲み込め。ああ、飲む。だが先方の衆が見えんうちに飲むわけにはいかんじゃろ。今度そうでやす、そうでやす。あんだけ綺麗に生まれついてる子をこんな田舎で埋もれさせるのには反対だと初めてのわしが言うとるのに、姉さんも話がわからなすぎる。なあ兄さん、わしがこれほどここのうちのことを心配しとるのに、わしにはろくに相談もしないでことを運んでしまうのは何度何でもあんまりじゃないかな。今時いくら心象がよくても心の百姓のうちに片付いたって行き先面白いことなどありゃしませんぞ。それじゃあゆきちゃん町へ連れて行って受け押しにでも片付けやすかね。誰が受け押しに片付けると言いやした。だけどあれだけに生まれついてる子を町へ連れて行けばまたどんな良い話でもあろうからと、うちの松本もそう言って。なども、わしもこれで町へも始終行くが、どこへ行っても何商売でも、もうへえ、こういうご時世になって、面白いことはありませんな。こうなるってえと、食うものをこしらえている百姓が一番強いわけで。そりゃ、文禄さんみてえな、農具やなんかの仲買いで、さやを取って儲けてる人は、どんどん仕事も面白くなってくるでしょうがね。それもしかしまあ人のかすりを取ってやっているようなもんじゃから、言ってみりゃ当たり前だけど、これでまだまだ目のつけどころと自分の働き次第で町へ出りゃいくらでも穴はある。またそれでなくちゃ世の中は面白ないわけです。それはもうなんだろうけんど、かすりを取って生きているたい、少しひどいな。そうじゃないですかな。よそでこしらえた稲の機械なんだ、あっちからこっちへ持ってきちゃ2倍3倍の値で売りつけるのがあんた方の商売じゃもの。慣れてみりゃこんなボロい商売はないわけ。そんなことを言や、お宅の松本さんなどもこれで県庁あたりの仕事を受けようて2倍3倍おろか
も6倍も儲かるんでしょうが、しかも自分で何一つ働くんじゃないし、土方や大工左官を顎で使って上の方の人には酒でも飲ましてペコペコしてりゃそれで済むんじゃ。何ですって？うちの松本がいつペコペコしやした？そりゃ付き合いが広いから酒は飲みます。しかしペコペコなんだそんな。まあ、オッケー。本家のお旦那吉兵衛自身はやっぱしいいの。一つ拝見しようか。太鼓はわしが打と。久しぶりじゃ。でも聞こうじゃありませんか。うちの松本が誰にいつペコペコしましたの。これでも町では五本の指に入る家主ですからね。そんなこと言われちゃ。だがそんなことよりはおげんさんはここの姉は私を目の敵にするが、それは私にしてみればここの姉はたった一人の実の姉じゃけ、何かにつけて力になろうとは思ってるよ。おげんさんもここの姉は私のすることに何から何まで盾をついてくるのは、これあんたの小柔道か。そうだよ、小柔道だよ。小柔道であろうと何であろうと本家の一大事じゃと思うから、こういうのは何が悪いんですね。何を言ってやがる。全体が何だと。私がお嫁身をおせっかりまして、こちらはいずれお式の時には仲人になっていただくはずでやして。あ、さあさあ、挨拶はそれぐらいにして、どうぞお上がりくだすって。まずまずこちらへ。それじゃあ兄さん、決まりじゃからお茶よしにしてすぐ酒にするで。ちょっと手を貸してくださいよ、おげんさん。それで、なんでやすか、こちらのおかみ様は。ちょっとその、間もなくて。何かな、あ？いえ、まずおかみ様に挨拶をせんならんで。そうでやす。この矢の兵、本家が南の屋敷を引き払ったときに、まあ、一時しのぎに建てた家でがして、もう兵古くなってこの通りでやせ、いずれは何とかせにはなりませんけどな。いや、もうしかし、なんでやすな。本日はお日柄もよく結構でやした。実はこちらのおかみ様から決めることは一日前本気ま
なりにして安心したいからというんで、先日から何度も話がありやして、そんでまあ私どもはこうしてなんでやす。とうけのいよいよこれからでやすから、娘が片付いて長男が凱旋でもしたら、早速間口の2、30軒もある大屋台でもぶったくやすから。なんでやすなど、とんかくめでて、このゆきという子は自分の前のことを自分で言うのも変なもんでやすが、気立てのいい子でやしてね、ささ一つおあげまして、まだ冷とんがすが、そいで娘のさんは、おゆき、おゆきよ、何にしてもこんなめでてえことはねえです。こんで私は子供だねえですからね、このめいのことは自分の子供のように可愛がして、今度のことも私はもう嬉しいて嬉しいて。そんなわけで、粗末なもんでガスが王様よ、いずれ結納の方は結納の方でちょっといたすようになっておりやすから、これはまあご丁寧な、これはどう、まずまずこちらのお旦那に少しお酌をさせてもらいましょうか。これはこれはご丁寧に。さあさあ、お一つ。おかみさんもどうです。いいえ、まあ、私はご協力お願いしてなども軍六さんの子旦那をちんと案内やして、いえ、私は後でゆっくりいただきやすから、なんせめでたい。時にどうでやす、そろそろお嫁さんを拝見しましょうか。役目が済まううちに酔っ払ってしもた、あいすまん。へいへい、ちょっとした子させやって、ちょいっとお待ちよ。おゆき、ゆきはどこ行きましたかな。おゆき、何言ってんだ、ゆき。ですが、私はこの話には反対ですよ。
の望んでにはしませんよ。この前私が来た時、自分の娘の育成を私が考えていませんかな。何を証拠にあなた言いますな。あなたはうちのユキを町へ連れて行って自分がいいようにしようと思うとるもんじゃけん、そんな根も葉もない言いがかりをつけるなどて。さあさあ、じいさん、いくら禁止だと言ったって今日ばっかではええさ、天下ごめん。だどもへえ、久しくよしていたで、もういいけね。実際の位置についてはここの吉尾が出世する前に私に言いに行ったこともありますからね。おげんさん、私親ですからね。おゆきの親ですからね。親が自分の子供に必要を持ってすることをはたからぐじゃぐじゃと言うんだったら、そんな人は親戚でもなんでもね。そもそもこの話というものは、はい、皆さんお手を拝借しやす。茎というもく
めえの腹の中詰まりがあれを小宮山さんへ片付けてこの家の電池を増やしたり村でええ顔をしようという了見が先で当人の幸せがどうなろうと当人の気持ちがどうなろうとそんなことは二の次でも考えとらん。ほら知っとるぞ、ほら知っとるぞ。おゆきはな、おゆきはおらに似て気が弱くて思っとることもよい。それをお前は欲の皮を突っ放した条件でもってどん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 話を運んで。兄さん、お前酔っとるぜそんな。何しろ12月8日からこっち禁止をしてやってね、ひとったらしも飲まんとかったところ急にこんなに飲んだんでやったら無理もね、無理もね。何が無理がに、え、何が無理がにだ。それでは嫁御さんを見せていただこうじゃございませんか。さようさよう、おかみさん、一つそういう具合に。はいはい、それでは。ゆき、おゆき、いつまでもや。おゆきや、おゆき、停車が行ったよ。なんだって停車も？うん、停車が行った。停車も？停車場だって？だって停車場なら先ほどわしも停車場から帰ってきたんじゃけん。途中だはずじゃ。うん、うん、裏道から行った。俺学校からの帰りに裏道通っていたら停車場の裏で姉ちゃんに会って。それでゆき。うん、うん、よそ行きの着物着て風呂敷包み持って怒って顔していた。それから俺にアラちゃん、アラは頼めよと言った。絶対これよ。それで、早く言わんかやる。でな、で、兄弟の引き出しを開けてくれってお母ちゃんに兄弟の引き出しを開けて。マッシュへ行ってしもうた。えぇ、お父さんお母さんどうぞ許してください。私は軽トラさんと一緒に行きます。親子の罪はどうぞ許してください。どうしたんや、あ？そりゃええ、そりゃええぞゆき、そりゃええ。まずまずこりゃ、ケータロウなら用心の登りじゃ。早く行って連れ戻してきてくれ。警察にそう言って。くしょう、なんたら言う、連絡把握するだよ。誰も用心の登りならもう間に合わん。もう走ってしとる。そうじゃ、そうや、次の駅へ電話かけて。もうええわい。ゆきがそうしたんならそれはよくよくのことじゃ。さまんな、おへいわい、よくよくのことじゃ。騒ぐとオラが聞かんぞ。だどもへい、これじゃわしの戦いってどうなるんです。ほら、よしの登りが来た。それでいいわい。以前おゆきは啓太公の嫁にやるんだと言いよった。それでええわい。よし、そんなら一つ待ってみせたろうか。おゆきが見たいと言いよったけんな。よし、見せたろう。おいさん、おらがまで太鼓を頼むぞ。
やれよ。人間生の時代の時は自分が本当に正直にしたいと思うことを思い切ってやらにゃいかんぞ。それが人の道じゃ、それが人の道じゃぞ。ゲータロー君と仲良くやれよ。お父っつぁんは嬉しいぞ。